おいガキ、ネミーノがどうしようもねえってんならケツに火つけてやろうか。気持ち悪い色の炎をこれ見よがしに撒き散らしやがって、何がしてんだてめえは。この力いつまでも持て余したままでたまるかよ。あんたのその新しいスーツ、焦げるだけならまだしも、戦いの最中でドロドロに溶けちまうとかやめてくれよ。安心しな、お前の最大火力でも俺のスーツには焦げ目すらできんさ。だから全力でぶつかってこいよ、相棒。そのスーツ、耐火性能は万全でも対処性能はいまいちみてえだな。そらよ、水だ。これが俺の本気だ。他のやつだと消し積みにしちまうから、あんたにしか見せらんねえけどな。乗りかかった船だ。あとはこっちで処理しといてやるから、あんたはしばらく休んでな。あんたの無知に打たれておとなしくなるような柄じゃねえよ、俺はな。火種を放り込みや、スプレーに引火してドカンだ。ちょっと想像すりゃわかるだろう。そっちの任務の都合なんて知るか。俺はあんたらの部下じゃねえ。俺にとっちゃ追いつけねえほどの速さじゃねえんだよ、あんたの残影剣ってやつは。大口を叩く割には喧嘩弱すぎだろう、あんた。うぬぼれもほどほどにしときな。あんたらが総出で動いてるなんて、ずいぶん気なくせえな。ま、俺には関係ねえか。あんたのパンチをまともに食らうくらいなら、大砲の弾受け止めた方がマシかもな。このままじゃあんた、俺に負け通しだぜ。いい加減その眼帯外して、牙抜いてみろよ。元気そうじゃねえか。わざわざ俺に会いに来てくれたってか。え？軍人さんのお使いをするくらいしか脳がねえ欠陥品がよ。ふっ。自分の力の制御もろくにできなかったてめえにだけは言われたくねえな。くだらねえ挑発してる暇があるなら、かかってこいよ、粗悪品くん。この出来損ない野郎が、二度と立てないよう徹底的にぶっ潰してやる。ちっ、てめえらが面倒ごと起こさなけりゃ、こんな大会に出なくて済んだんだよ。てめえの何もかも、短絡的で明けつけなんだよ。もっとお利口になってから噛みついてきな。あ、ハンダ、クーラまだ怒ってるよ。ちゃんと謝らないとお家に帰ってあげないんだから。元気そうじゃねえか。だから心配する必要なんてねえっつったんだよ。家では十分堪能しただろう。とっとと戻ってこ。おい、どこ行きやがる。ったく、これだけやれば遊び足りただろう。おとなしくあっちでアイスでも食って休んどけ。どんちゃん騒ぎがやりてえならネフツ相手にやってろ。面倒なんだよてめえら。あんたも甘えな。ご自慢のワンツーパンチも、こっちは完全に見切ってんだよ。憲法使いならてめえよか。あの飲んだくれのじいさんの方がよっぽど厄介だぜ。ふっ、町一つ牛耳ってる悪の親玉が、この手たらくでいいのかよ。
飼い犬だってことを大声でわみき散らせるてめえの精神、一生理解できねえな。リベンジマッチの前にもっと腕を磨きな、バース君。再生するなら何度でもこの炎で焼き尽くす。てめえの跡形もなくなるまでな。